皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらスマホ VR ビュアーキットを組み立てて遊んでいきたいと思います。 VR ってバーチャルリアリティのことです。今ね、オキュラスリフトとか、スチーム VR とか、HTC VR とかね、いろいろなところで、バーチャルリアリティを楽しめる、こうヘッドマウントディスプレイのね、開発が盛んに行われているんですけども、僕もね、オキュラスリフト、体験したことがあるんですけども、あれはすごいね、3D 感ですよね。将来、近い将来ですね、本当に。あと3年からね、5年しない間に、多分普及すると思うんですけども、あれをね、被ってゲームできる日が来たらね、すっごい本当にリアルに楽しめるんじゃないかなと思います。こうね、僕が右を向いたらね、右にね、画面も向くというね、すごい機能なんですけども、今回それの簡易版、スマートフォンをこうね、入れて、バーチャルリアリティを楽しむキットをね、段ボール製なんですけども、作っていきます。一体ね、どんな感じなんでしょうか。ではね、作っていきたいと思います。こちら。ちなみに某ショップで399円ということでね、結構安かったです。ではでは組み立てていきたいと思います。はいはい、もうキットなのでね、簡単に組み立てられる感じですね。一体どう作るんだろうこれ。キットになってんのに意外にね、こう説明書が入っていないというね、この不親切感、ちょっとひどいですね。いや、全く作り方わかんないわこれね。こうやるのはわかるんですけども、どう作るの。ということでね、なんとかね完成しました。このような感じですね。はい。ここにスマートフォンをこのようにね、入れて使うね、感じです。今回ね、もうアプリはスマートフォンに入れていて、デイブシティコースターというね、アプリでちょっとね、ジェットコースター感をね、楽しみたいと思います。はい、今実際にね、つけてね、デイブシティコースターというね、アプリで遊んでいるんですけども、はい、ちょっとね、3D 美味しそうな感じのね、はい、グラフィックです。こう、ね、360度すべてね、見えるんですけども、はい、ちょっとスマホの性能のせいかな、もっさりしたね、ジェットコースター感です。ああ、すごいすごい。ちょっとクラクラする感じですね。ゲームでね、3D 酔いする方はね、非常に、こう、なんですかね、バーチャルリアリティの世界にね、没入できる感じだと思います。ちょっと気持ち悪い。食後はね、ちょっと辛い感じですね。ということで、今回、スマホ VR ビュアーということで、このようなね、段ボールで作った、はい、ヘッドマウントディスプレイとね、スマートフォンを組み合わせてね、バーチャルリアリティを体験しました。3D 酔いする人はね、本当にもう 3D 酔いすると思います。今僕もね、もう、なんかちょっと気持ち悪い感じがしています。でもね、399円、ちょっとね、秋葉原の中華系ショップで買ったんですけども、説明書とかなくてね、ちょっと作りづらかったです。でもね、これ、399円で作れるなら、今ね、食玩でハコビジョンとかいうね、スマートフォンを使ったプロジェクトマッピングのおもちゃあるじゃないですか。こう、ヘッドマウントディスプレイ型にしてスマートフォンつけて、こう、ラブライブのね、ライブを360度好きな角度から見れるよみたいなね、アプリっていうかね、おもちゃ発売したらめっちゃ売れるんじゃないですかね。しかも頑張ってね、こう下から覗けばね、パンツも見えるよみたいなね、アプリ作ったらすっげえ売れると思いますよ。はい。バンダイさん。はい。ということでね、今回、スマートフォンでバーチャルリアリティ楽しんでみました。はい。ちょっとね、オキュラスリフト、僕が使ったことあるのはオキュラスリフトだけなんですけども、オキュラスリフトとかと比べると、画像が荒いですし、ちょっとね、滑らかさ加減にね、問題があると思います。でもね、
普通に楽しむ分には非常に楽しめるんじゃないかなと思います。うん、面白かったです。うん、あの両親にもね試したんですけども、両親ともにね面白いと言っていました。あの何ですかね、これからもうそろそろねお正月休みあるじゃないですか。その時にねおじいちゃんおばあちゃん揃った時にねこう箱で作るだけなので、うん、これ用意して家族みんなで楽しむとね非常に楽しめるんじゃないかなと思いました。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。